スナック、ブルボンね。いらっしゃいませ。こんばんは。このお店に来られるのもあと少しか。まだ、誰から聞いたのうちの店が占める。める2年も通い詰め。今本当に毎週ありがとうね。寂しいな。まだやるから、まだまだやりますか。あれ、あやのちゃんって、なんかのミス出身だっけ。いや、ちょっとミスはよくするんですけど。 面白いなおやじギャグで。すみません。ミスコンとかに出たことはないのね。ないんです。この間あの日本のねミスコンの超有名どころのミス日本のあの最近のねグランプリに輝いた方のことで割といろいろと話題になってました,しましたね。ね22日に決まったんですけど、うん、C のカロリーナさんというね。 26歳の素敵な方がねグランプリになったんですけれども。 ただその今カロリーナってお名前でもねちょっと伝わるようにウクライ,クライナ生まれの方で5歳から来日されていた、うん、それ以降ずっと日本に住んでらっしゃるのでお話しされる内容とかあの触れてきた文化はもう本当に日本のそれなんだけれども見た目はあのまあ完全にまあウクライナ出身の方の見た目をしているということで,でこのミス日本自体は日本らしい美しさっていうのを掲げてはいるんだけれども条件としてはちゃんと 日本国籍もも取っってらししゃるし何の問題もなくで今回はそのまさにそ,のそれを掲げているこの大会側がグランプリとして選んだから別に大会側はこれでいいと思ってらっしゃるわけだけれどもこうギャラリーたちがそれを見た人がえこの人がミス日本はちょっとなんかみたいな違和感とかを結構いっぱい SNS などで発信されて話題になったんですけどキョちゃんはどう思って これはツイッター上 X 上で結構話題になってるんだっていうのがあってばーって見てたらどなたか書いてた「ヌートバーが活躍して日本だ」とか言ってるのになんでミス日本になると今回突然牙を向けるんだっていう話があってね確かにもうは綺麗だしいいじゃん。 まあ要はあの条件としては国籍だから満たしてる、うん、で見た目とかのいわゆる人種の方のイメージで気にしてる人が多いんだなってことだよね結構、ね。あとその私たちそのミ,ス日本にミス日本って言いますけど、うん、その審査を詳しく見たことってなないいじゃないですか,、うん、か例えば今回そのカロリーナさんがすごい日本の文化に慣れ親しんでてすごい心があって。 でそこが評価されたとか<あ>そういう背景がわからないから、うん、やっぱりあの一文というかニュースだけだとちょっといろんなコメントは、うん。 ししししづらいとい,うかしない,方がいいいいいいいととうかかかかなななな方がんじゃゃゃて思いましたけど、ね、めちゃくちくできてるかもしれないやっぱね5歳からなのでご本人もあの見た目は日本人に見えないかもしれませんが日本で育っていくにつれ心も日本人となり本当の意味で日本人として認められた気持ちから帰還もしましたみたいなことをおっしゃってるから、うん、ご本人はすごくむしろこう認められたいって気持ちもあって参加されたということで「うんはい、で SS と漫画家の倉田真由美さん」なんかはこの件であのとても 美しいと思うけれどもミス日本とは日本人を代表する美しさを持つ人と解釈していてその定義には当てはまっていなくて、うん、彼女の美しさって日本的美しさとは違うものなんじゃないかっていう風うにちょっと批判的なコメントもされていたのよね,、うんねはい、で逆にあの例えばなんですけどあのスウェーデン出身の庭師でタレントで多くとかにも出てらした村雨達政さんマッチョの方いらっしゃるよね、うん、とかもあのやっぱりこう 何、彼女は文,、うん、と文化的に日本を代表しないみたいな風に、やっぱり批判的な。うん、あのポストに対して引用で、うん、私は帰化人が文化的に日本を代表できなければ、日本を損すると思いますよ。<ー>今まで日本のために貢献した帰化人がなければ、今の日本もありません。見た目だけでなく、精神的な面も考慮しなければいけないと思います。で、まあ、ご自身も思うところがある。うんうん、同じくロバートキャンベルさん、キャンベルさんも、もちろん日本の方ではないんだけれども。 だって東大名誉教授の国文学の方だからもう私たちのいわゆる日本人よりも日本語とか日本の文化を知ってらっしゃる方じゃないであの5月の中はかなりはっきりとこうやっぱり批判的な人に対して怒っていてあの。 社会で、ね、活動しようとする若者の文化的代表の資格をあのその周りの人がうんぬん言うこと自体が肩たはいたいんだとやっぱ本人が日本が好きで日本の文化を頑張りたいって言っている思いを お前にはその外野が言うこと自体おかしなことだって批判されていてでもこういう問題はねやっぱ過去にもいろいろあって2015年の時の,あのミス・ユニバース世界基準のミス・ユニバースの中の日本代表を選ぶ時にもやっぱりこう宮本エリアナさんっていうのは日本人のお母さんとアフリカ系アメリカ人のお父さんだったのでいわゆる2つの人種のあの まあ混ざった状態っていうのでその人が日本代表でいいのかっていう批判やっぱりその時もすごく言われちゃったのでなんか結局日本代表とか日本人らしさとか日本の美しさみたいな言葉って人によってこうしきりが違うんだなっていうねでもこれ大会側がそのしきりにはちゃんと問題なくなってますしそして大会の審査員がグランプリ選んでいるのに。 他の人たちは何に納得いかないのかって話でもあるけどねうただその本当に今回のコラムのタイトルで、うん、日本らしい美しさっていうのがその大会の基準として入ってると、うんう 難ししいいですよね美もだから日本らしいを表面的なねそれこそおかっぱ頭でみたいなモデルの山口紗夜子さんが人世風靡したああいうものが日本的な、まあ、モデルみたいな世界も含めて美のイメージだとしたらもちろんそことは今回は違うかもしれないけど、うん、でも歴史があるものだから第何回のグランプリはのこの人だっていう最初山本富士子さんだったりさ だけじゃないそういう流れを見る時に時代性もそこでで見えるでしょう、はい、この時期はあのどんどんこう多様性が広がったんだなとかでこのあとずっとじゃあさこういわゆるこうルーツが海外の方ばっかりになるわけではないからたまにはこういう方も選ばれていたっていうのも懐にもなるんじゃないかななんてね私も思ったりするんですけどただなんか今回のことで 結局こんなんだったら美を競うミスコン自体どうなのって言葉も出てきちゃってるから、ね、突き詰めるとその国らしい美を競うってなんだみたいなところにまで来ちゃう話ではあるのかもね、うん、番組でもね以前取り上げましたけどそ,うそ,うそもそもミスコンのあり方っていうところなんですよねやっぱ今ね。 うん、でもね同時にさっきのスポーツが例えに出たように、はい、運動能力みたいなもので活躍したりお金を稼げるように身体をだって磨くことって絶対皆さんされてるわけじゃん、うん、生まれつきのパワーもあるけどっていう意味ではスポーツとかと変わらない生まれつきの才能プラス磨き上げる努力によって出来上がったものって意味では変わらないものとも言えるかもしれないしね。うん 猫ひしさんだってマラソンねなんかオリンピックでようつって海外になったりする事例あったりするるかて、ね、<ら>国籍問題は常にややこしいけど、はい、今回はそれ以上にやっぱりこう女性の美とかに対するなんかなんだろう願望みたいなものも込みで揶揄、うんねね、してる人も多そうなのが。 こうルッキズム界隈、うん、ミスコン界隈特有の、はい、そこに国人っていう問題が加わってますますややこしく。いろんな意見が飛び交っちゃってるなぁとは思いますね。あとやっぱ改めて美は曖昧なもの、ね。そうなんですね。その,の、ね、点数とか、その描写とか、ちょっと違いますよね。今日はミス日本の日本らしい美しさとはスナックブルボンヌでした。